なたを迎える準備。それは今日だけでなく、何百年も前から始まっている。唯一無二の歴史ある世界遺産での宿泊、自然と調和されたプライベート空間、その地に身を委ね、くつろぎの時間に心を静める。四季をめで礼を尽くし、伝統を敬う、紡がれてきた和の心、その一つ一つが今日を過ごすあなたに訴えかけるだろう。豊かに生きるとは、自分との対話とは、未来への持続とは、それはきっとあなたを連れていく、あなたが今いる場所から、あなたがいるに値する場所へ。